雨の中、両チームの選手がピッチへと登場していきます。濃いブルーのユニフォームがホームの FC 町田ゼルビン、そして白のシャツがアウェーの名古屋グランパスです。ヘッドで落としてというところですが、ワシントンが行きました。そしてクリアボールまた拾っていきます。そしてすぐにまたクロスを入れていく。セカンドボールダイレクト打っていったのか、それ当たってゴールイン。先制町田ゼルビア、いきなり来ました平戸のゴールです。やっぱりボールサイドに基本的にどんどん町田の選手は寄ってきますからね、はい、やっぱ右サイドの方に最初ボールが行っていって、そこで、まあ、こぼれ球出て奪い返していった時にもう左の平戸がもう中央まで来てましたから、はい、あとはもう迷わずシュートを打ったっていうそこの決断力と、まあ、技術的なところもやっぱりあのコースにボール飛ばしているので、まあ、非常に素晴らしいゴールになりましたね。青木を使っていく。小林からシャビエル、縦パス、シモビッチ、オフサイド荒いシュートだ、ゴールイン。同点に追いつきました名古屋グランパス。まあ、一度広いサイドに持っていったところから、まあ、相手の、ね、ポジショニングをよく見て、はい、まあ、その穴をついたっていうんですかね、うん、ちょっとオフサイドを取りに行ったね人間とライン残ってしまった人間でズレは出ましたよね、はい、ジャベルが面白いボールでヘディングシュート止めた、うん、うわどうかな、いや、いましたか、いや、ゴールお、どうでしょう、ゴールですか、あ、ゴールです、どうですかね、ゴールということのようなんですが、だいぶ際どかったように見えましたけどね、高原からすると、うん、ラインを越えずにかき出したということだと思うんですけども、はい、新井のヘッド、なるほど、ね、確かにボール、ね、濡れている分少し、ね、キャッチするの難しくて、はい、一つ目のリプレイで見ると超えてますかね、そうでしたね、先ほど名古屋の2点目はこのシャビエルのフリーキックからでした。また同じような形ですが、ーゴールイン、3点目またフリーキックから。青木ですか、青木はこれで4試合連続ゴールということになります。松本から左に平戸は開いていきます。その平戸を使う、そして井上シュートだー、おー、2試合連続で見事なミドル。松本から縦平戸、中島が前線で手を挙げています。鈴木浩二マイナスのボール、さあフリーだ戸中、うん、ブロックまだある、戸中押し込んだ、あ、いやいや、その前でホイッスルな、あ、ゴールインですか、ゴールインですか、ゴールインです。サイドにボールを持っていった時に基本的には同サイドでこう深い位置を取りに行くんですけど、はい、今鈴木浩二だと思うんですけど、ね、はい、彼が後ろ向きでボール受けたところから、まあ、前を向いてで仕掛けてクロスをマイナス気味に戻したんですけど、はい、まあ、そういう意味では本当にね、ここですよね、前向いて仕掛けてマイナス気味に戻すんですけど、まあ、ここに対してきちんと、まあ、右の中盤の選手がやっぱり中央の方にギューッと入ってきてるんですけどね、はい、まあ、そういう意味では勝ち点3が落ちて、おーっと抜け出した、倒れた、どうかな、カードの色ですが、まあ、確実にね、キーパーと1対1になるような場面だったと思いますけどね、うん、はい、あー、やはりレッドだ、一発レッド、狙っていった。シャビエル来ました。3アシストの今日ですが、さらに得点も取りました。
間がね経った中でよく集中して、はい、ボールにアプローチできたなと思いますし、やっぱりどのキックを見ても力が抜けていて、はい、だけどしっかりボールに力が乗っていると、はい、キーパー狙えない。このセカンドボール、ゴッド高は狙っていったが枠の左でした。時計を見ました。家元初心。そしてここで長い笛が吹かれました。1-3 から一度は追いつかれた名古屋ですが、アディショナルタイム、チャビエルのフリーキック直接決まって、これで4連勝。ここ3試合で7得点、5得点、4得点という、うん、16得点を3試合で挙げたということになります。